れそんな痛がってたことないですもんね。これ大丈夫ですか？あ、はい、うん、左の方が痛み少ないですかね。あ、じゃあそこ痛い。ここ痛いですね。あ、めっちゃ冷たいですね。あら、肩が。変なの。手はあったかいのに。そうなんですよ、自律神経の乱れです。痛そうですね。痛いですね。大丈夫ですか？はい、はい、セッチセッチ、はい、大丈夫ですか？はい、はい、ちょっと痛い。まあ、そう、右のこれに比べると左こっちそんな痛くないですよね、うん、右のこれが痛いですよね。そうです、そうですね。
すごくこう肩が上がりやすくなってるんですよね。うん、どうぞ、相対歩したいので、まあ、これが楽になっちゃってるので、うん、もうちょっとした。そうなんですよ。こう本来はこう開いた上でのこのぐらいな感じなんですよ。うん、でもかなり今不自然に感じますよね、うん、きついですよね、うん、それだけやっぱ胸が縮んじゃってるので、うん、今なんか胸から脇のところも痛いっていう状態なんですよ。なるほど、うん、大丈夫ですか。痛い。くすぐっためちゃくちゃこう寄せちゃってますね。でも左より、あ、右よりも左の方が大丈夫そうですね。そうですね、左はこの辺が痛いです、そうですね。ちょっと痛くはないですか。はい、ちょっとこう肩の可動域を上げるというか、ちょっと位置を良くするためにですね、ちょっといいですかね、腰を一回上げてください。そうですね、ありがとうございます。息吸って、はい、楽にして、はー、ちょっと息吸って、はー、息吸って、はー、ちょっと痛いですね。つらい、はい、これぐらい大丈夫ですかね。痛いね。これもつらいですからね。痛い。
こっちだけ。これはひどいですね。全然違いますね。全然違いますね。こっち本当なんか脇の下は全然痛くなかったんだけど、うん、こっちすごい痛いわ。すごい、もうやってられないですもんね、うん、もう痛い。こんなに右が激しく、なんか右ばっかりこう前に出してたって感じですかね。左よりもそんな感じもない。なんかオラオラ系みたいな。あ、でもこう内臓から来ることとかもあるんですよ。目の疲れとか。目、そうですね。右だと目なんですよ。目、ね、肝臓。ちょっと怒りの感情とか目の疲れとか、まあ普通に食べ物、なんかちょっとその薬とか甘いものとか人工的なものが多かったとか、うん、でも肝臓は割と日本人はもともと弱いらしいので、まあ、弱い人が多い、で結構こう血の汚れが出るので、まあ、そのいろんな生活習慣とか含めて、で沈黙の臓器なので分かりづらいんですよね。自分で、あの、まあ、お酒飲むからなとか分かりやすい人もいますけど、あの、知らず知らずにと言いますかね、あんまり自覚症状はない状態でも肝に出るっていうのがありますので、へ、そういうことかもしれないです。最近は鍋ばっかり食べてる鍋は悪そうじゃないですけどね。痛いですね。まあ、あと、まあ、癒着が起こっちゃってると痛いですね。普通にやっぱり剥がす感じになるのが、とポジショナルリリースします。これ楽ですかね。あ、はい、はい、手首みたい。ちょっと回します。これがもう辛いですね。こっちはどうですかね。これは大丈夫だ。ちょっとこっち伸ばしますね。伸びてますか。はい、痛い。こっちの動きが辛いですね。はい、ちょっとできる範囲で。あ、ちゆっくりハーとして。なんだ、手首が一番痛い。手首が痛い。このぐらいだったら大丈夫ですか、ね。そしたら、はい。はい。楽にしてハーして。顎をこっちに、まっすぐに、はい、はい、でもさっきより多分、ここちょっともう一回伸ばします、はい、